エランディオは、スペイン・バスク自治州、ビスカヤ県のムニシピオ。コマルカ・デルグラン・ビルバオの構成自治体の一つであり、ビルバオ都市圏に含まれている。バンドス戦争中の1415年、コレヒドールのサンタイルマンダは、カスティーリ王の命を受け、アステリアス地方のために、ビスカヤ地方の小麦を搾取した。ビスカヤ地方には反乱の運が高まったが、ビスカヤの反乱は、 失敗に終わり、コレヒドールによる小麦の搾取は続いた。ラカンパデエランディオ地区エランディオの各地区ではいくつかの祭礼が毎年行われている。そのほとんどは地区の守護聖人を称える祭礼である。自治体の祝日は毎年8月10日、8月28日、コルプスクリスティの日である。さらにエランディオではムシカレと呼ばれる路上音楽祭が開催され。 アルツァガとアストラブデュアの地区内を音楽バンドが演奏しながら更新する。虫カレは本来は近隣のレイオアで考案されたイベントであり、レイオア、エランディオ、バサウリ、セスタオで同時に開催されていたこともあるが、他の自治体はやがて開催しなくなり、2013年にはエランディオのみが虫カレを開催した。ネルビオン川のビルバオ川口岸にあり、ゲチョや、 レイワーなどとともにネルビオン川右岸地区に区分される。ネルビオン川を遡った場所にビルバオがある。近隣の自治体との間にはビスカイバスが運行されている。自治体内にはメトロビルバオの L-1 が走っており、ルチャーナ駅、エランデオ駅、アストラブドゥア駅の3駅がある。ビルバオ河口の対岸にあるバラカルドとは連絡線で結ばれている。ありがとうございます。